こんにちは。本日も このマリンスタジアムへご来場いただきましてありがとうございます。このお時間はボールパークステージオープニングのコーナーと申しまして、マリンスからイベント情報をお伝えしています。改めましてイベント MC の小夏です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日お集まりの皆さんはもしや9連休中の皆さんですか？9連休の人を挙手お願いします。あ、結構いっぱいいらっしゃるんですね。そんな貴重なゴールデンウィークにどうぞマリンスタジアムにお越しいただきましてありがとうございます。さあ、今日からは福岡ソフトバンクホークスを迎えての3連戦です。皆さん熱い応援をよろしくお願いします。イベントいっぱいのどうぞマリンスタジアムでゴールデンウィークの楽しい思い出をいっぱい作っていってください。さあ、この時間は、私 MC だけではなく M スプラッシュからもメンバーを1人呼んでお送りしたいと思います。では今日のメンバー早速呼んじゃいましょう。今日は M スプラッシュから鈴葉どうぞ。拍手でお迎えください。こんにちは。こんにちは。では改めて皆さんに自己紹介お願いします。はい、 M スプラッシュ1年目の鈴葉です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、昨日登場したまなみから、鈴葉はどんな人ですかと聞いたところ、バッキバキのダンスはもちろんですが、とってもで、あの話しやすいメンバーですっていうお話がありましたが、鈴葉は人見知りとかはしないタイプ？そうです、あんまりしないですね。なるほどね。でもそんな感じしますね。本当ですか？このマリンスファンの皆さんとももうすっかりお話ししたりとか慣れましたか？そうですね、もう結構よく来てくださるお客様には結構たくさんお話しさせていただいてます。そうなんだ。じゃあ M スプラッシュの活動ももう、まあ、オープン戦含めて1ヶ月半ぐらい経ちましたけれども、すっかり慣れた？まあ、いろいろ、まあ試合によってはいろいろやることはもう違うんで、毎回ね活動はちょっと変わってくるけどね。だけどもうすごい充実してる、一試合一試合がすごい全部充実してるので、すごい毎回毎回楽しくやってます。いいですね。そんな鈴葉なんですけど、ホームページのね自己紹介というか、あの見たところ趣味が一眼レフカメラ。そうなんです。カメラ女子なの？そうです、カメラ、もうマイカメラ一眼レフ持って。そうなんだ。ちなみにあの撮る被写体は何なんですか？もともと野球とかもうスポーツがすごい好きで、野球観戦行った時にその選手たちを撮ったり、あとはやっぱダンサーの友達とかのダンスとかも撮ったりとかしてます。あのこちらにもね、あのいいカメラを構えてらっしゃる方たくさんいらっしゃるんですけど、あの私本当全くカメラのこと分かんないんだけど、動くものを撮るのってすっごい難しいんじゃないかと。すごい難しいです。そうだよね。ちなみに鈴葉はカメラ歴でいうとどのくらいなの？でも、元々一眼レフカメラの前にもちょっと違うカメラとかいろいろ使ってたけど、なるほどね。でも1年2年くらいですかね。そうなんだ、はい、あのダンサーさんを撮ったりって言ってたけど、ちなみに M スプラッシュに入る前に、はい、M スプラッシュを撮ったりしたこととかってあるの？はい、地元が愛知県なんですけど、そうよね、はい、その時に、名古屋ドームでの M スプラッシュがこうビジターで行った時に、はい、撮ったことがあります。そうなんだ、はい、じゃあ機会があったらさ、ちょっと鈴葉の撮るこう写真とかも見せてもらいたいですよね。撮りたいですね、普通に。ね、ちょっとね、ぜひ今度メンバーだからこそ撮れる写真とかもきっとあると思うしね、はい、ダンサーだからこそこう決めのポーズとかをバシッと押さえたりとかね、はい、できるかもしれないもんね。かっこいい姿を撮るとすごい気持ちいいんで。なるほど、撮ってる側もね、はい、じゃあ今度はぜひなんか何かのタイミングで鈴葉の作品も見せてもらいたいですね。はい、ありがとうございます。はい、ではそんな鈴葉の今シーズンの、まあ、ルーキーイヤーの目標、はい、抱負をぜひ皆さんの前で聞かせてください。はい、まあ、ホームページとかいろいろなところにも言ってるんですけど、自分は全力投球、全力笑顔っていうことをモットーに頑張ってるんですけど、やっぱり一試合一試合全力で、いいパフォーマンスができるようにもっともっと、上を目指して頑張っていきたいと思います。はい、素晴らしいですね。新人ですけどしっかりしてますが、ね、ありがとうございます。では今日はそんな鈴葉と一緒にイベント情報をお伝えしていきましょう。はい、まず